宇宙全体のエントロピーということで理論物理学者の澤山が話します日本ではマドカというアニメが放送されたりしてその中のキューベイというものが宇宙全体のエントロピーについて語りますそれで宇宙全体のエントロピー増大の法則が本当に正しいのかどうか考えてみましたまずエントロピーは情報量であって これが増えていくというのがエントロピー増大の法則です。インクをプールに垂らすと、プール全体が少し濁りますが、逆にプールに染み渡ったインクが、元のインクに戻ることがないというようなことがエントロピー増大の法則です。熱力学第二法則とも呼ばれています。ただし、この法則は閉鎖系でしか使えないわけです。閉じた系とは、 箱のの中とかそういういものですちなみに第二法則が破れていれば無限にエネルギーを取り出すことができるつまり永久機関を作ることができると言われていますむしろ永久機関ができない理由が熱力学第二法則があるからですこのアニメではそのように無尽蔵にエネルギーを取り出すためにその熱力学第二法則を破るようなシステムを 宇宙人ののキューベイといいうものが考えているわけですでは宇宙全体を見てみるとブラックホールというものが存在しますブラックホールとは光さえ抜け出せないものとして定義されますがそれは面積を持つ穴のようなもので宇宙は閉鎖系ではないということができますつまり宇宙はブラックホールがあるので開放系だということができます しかしながらブラックホールにもエントロピーは存在しますブラックホールの表面積に比例したエントロピーを持つと理論的にわかっていますブラックホールエントロピーは熱力学と対応して第一法則と第二法則があります宇宙全体のエントロピーを考えるときにブラックホールのエントロピーも考えてその表面積に比例したエントロピーを持つので 最近までは宇宙全体のエントロピーは増えると思われていました。しかし自分の研究によって曲がった時空での場の量子論からブラックホールはホーキング効果によって最終的に消滅すると分かりました。これは自分の2006年の研究です。ホーキング効果とはブラックホールが無限遠方で 粒子子ののの生成を行っっていいるととうことで、で曲がった時空での場の量子論からからわります。しかしながら本当にブラックホールが消滅するかどうかはバックリアクション問題を解かなければならずに難しい問題の一つでしたが自分が2006年に解きましたそれによって宇宙全体のエントロピーはブラックホールが消滅するので簡単に増大するとは言えなくなりました 例えばシュバルツシルトブラックホールの時空では明らかにエントロピーが減少しますが現在の宇宙はどうなっているのかまだ分かりません。そもそも宇宙は開放系なのでエントロピー増大の法則が成り立っていなくても大丈夫なようになっています。